第18連隊山下康弘少尉のグアムでの戦いナンバー5青葉山、この赤い点朝の展望台と第29師団司令部号跡の印です。昭和19年7月27日朝から米軍の活発な動きが山上から冒険できた。約1個連隊にも上る米軍がひたひたと三方から迫り、青葉山を包囲しているのが見える。米軍は青葉山の守備隊がそっくり健在だと誤認しているようだった。20人対1個連隊か、こいつは戦いがいがあるというものだ。斎藤伍長が悲鳴のような声で怒鳴った。まもなく青葉山の裾の一帯は米軍の海兵隊でびっしりと埋まり、山頂めがけて迫撃砲の集中射撃が始まった。機銃弾もひっきりなしに飛んでくる。山下隊は応戦することもかなわず、ひたすら山の起伏の陰に身を伏せているしかなかった。幸運にも負傷者は出なかった。昼過ぎになり砲撃が止んだが、20名の兵の耳に突然恐怖の地響きが聞こえてきた。敵戦車は5台です。渋滞でこっちに向かってきます。兵の報告に山下少尉は今度こそ最後だと観念した。無駄とは知りながらも部下を配置につけた。戦車の速度は遅かったが、確実に山頂を目指して進んでくる。背の高い不格好なシャーマン戦車が目前に迫ってきた。撃て、少尉の号令一下。一斉に戦車の銃眼めがけて小銃の火蓋が切られた。一発でもいい、戦車の覗き穴に命中すれば敵はひるむだろうとの儚い射撃だった。続いてたった一発の敵弾頭を発射した。これが偶然見事に戦闘戦車の前面真ん中に命中して炸裂した。たとえ敵弾頭を何百発命中させても戦車の厚い装甲を撃ち抜くことは不可能だ。だが奇跡が起こった。戦闘の戦車がガクンと音を立てて止まったのである。少尉はすかさず手榴弾の前弾で肉薄攻撃を命じた。戦車の両翼からケタピラめがけて手榴弾を投げた。これとて何の役に立たない攻撃である。だが再び奇跡が起こった。戦闘車の方向転換を機に後続の4両もくるりと方向転換するとスピードを上げて山の緩斜面を降りていった。一人の戦車も出さず負傷者も出さず青葉山から米軍を追い返した。その後再び米軍は青葉山に攻め上がってこなかった。山頂の日本軍兵力を過大評価して即座に攻撃に踏み切れないのだろう。そんな時、あ、副官殿、あれを見てください。茶々尾山に敵が登っていきます。兵の指さす方向を見ると第一線復覚陣地の最後の砦とも言うべき茶々尾山が今米兵に占領されようとしていた。茶々尾山は青葉山とつながる一連の山で標高317メートル、青葉山よりも100メートル高く南西約1000メートルの地点にある。山下少尉は占領されつつある茶々尾山を眺めながら考えていた。日向台で生き延び、今また青葉山で生き延びたことが不思議でならなかった。しかしいずれは死なればならぬ。今青葉山に留まっておれば明日は必ず米軍の攻撃を受けて死ぬだろう。それなら一層的に撃たれるのを待っているよりもこっちから撃って出て死のうか。茶々尾山を攻撃して米兵と差し違えて死んだ方が気が利いている。そう考えた少尉は即座に決断した。夜になったらこの青葉山を放棄する。一旦山降り装備を整えてあの茶々尾山を攻略する。茶々尾山が俺たちの墓標になるのだ。どうせ死ぬならできるだけ高い山の上で死のう。もし戦争が終わって俺たちの遺族がグアムに来た時、死んだ場所がはっきりしていて線香を手向けるのに便利だろうからな。スラスラとこともなく少尉は言ってのけた。兵たちの顔に不敵な笑みが浮かんできた。もはや彼らはこれ以上望み得ないほどの最高の戦士になっていた。日本軍核戦いです。
この時の山下少尉は若干25歳の青年将校でした。